回になってくるのか、このあたりの注目です。3番グリッドスタート、赤のヘルメット高橋秀吉です。レース始めた頃は本当に小さくてね、片手に乗るんじゃないかという感じでしたけれども、さあ隊列が今メインストレート戻ってまいりました。シグナルレッド点灯中、今消えてレーススタート。まずはいいスタートを切ったのはその鈴木ガレージの鈴木です。順位を上げていく。そして中村陣が前に来た。その鈴木は今3コーナーで遠赤を使って2番手に上がっていきます。あ、そして高橋がここ4コーナーでスピン、4台5台あたりでしょうか。うわ、これは大丈夫かな。今63号車は今降りましたね。中村ひかるが降りました。今4コーナーのとこはみんながね、各ドライバーがこの路面コンディションの中でウォームアップで通ってなかったのがちょっと心配だったんですけれども、やはりこう、そうですね、しょうがないっちゃしょうがないんでしょうね。さあ、まずはそのトップに立った中村、これを追いかけて続きテールズノートになっています。そしてポールポジションスタートだった時は現在3番手です。その後ろ4番手にカートシンガル柳井、その後ろに富下優奈が来て、そして広瀬が今その後ろ5番手あたりです。5コーナーのところでしょうか。さあ、そしてトップ争いは8コーナーで鈴木が入っていきました。上りのところ8コーナー、若干アウト側からアプローチしていくんですけども、そのイン側が開くんですね。でそこに入っていった鈴木が今トップに立つ。中村はちょっとペースが上がらず、後ろから隅もテールについてきました。さあ、そして今2番手争いが接近していますが、ここでご案内があります。公式通知の出走前のタイヤ交換エリアが出ています。公式通知18番が出ています。タイヤ出走前のタイヤ交換エリアができています。それと SS125 クラスはグリッドの改訂版が出ています。 SS125 はグリッドの改訂版が出ていますので、ご確認ください。掲示板にも掲示されます。それと Google ドライブの方でも見ることができますので、必ず確認をお願いいたします。公式通知18、出走前のタイヤ交換エリアが出ています。99号車鈴木、非常にスタートが良かったですよね。加速も良かった。そしてその後の位置取りが非常に良くて、今トップを走行中、ちょっと今7コーナーの出口のところ、そこが絡んでしまったところがありますけれども、さあ、そして中村は今ちょっと隅に付き合っていた感じ、3番手の隅に付き合ってた感じがありますけど、前ちょっと追いかけるペースに変わってまいりました。ちょっとラップタイム見ていきましょうね。鈴木のラップが44秒8に対して中村が44秒5、さらにこの後ろ隅は44秒4というところで追いかけます。さあ、まずはその隅も中村というよりは前のトップに対してターゲットを持たなければいけないところですよね、これね。いや、ただ、さあ、その前に行くんでね、打ち合わせ、いつかは抜かなければいけないところなんで、さあ、だいぶこう、スイックからね、テールについて伸びていくというところですね。もしかしたらなんですけども、雨のことを考えてね、路面のグリップが下がる、で、アベレージスピードが下がることを考えたとすれば、ちょっと若干ショートめにしてる可能性もあるのね、どっかがね。そうするとスピードがちょっと違うところが出てくるかもしれませんね。さあ、そしてその時に中村をかわして1コーナー、2番手に上がっていきます。隅のラップは44秒2、ただ後ろの柳井や鈴下は44秒1、佐久間は44秒0までだんだんと上がってるんですが、単独で走ってますと鈴木がペース上がらないんですね、トップの鈴木。さあ、その鈴木が今度は隅に7コーナーイン入られるが、いや、ここは立ち上がりが厳しいところ。中村が8コーナー、その隅の後ろから行ったんですけどね、8コーナーはうまくこれは隅が守ったというところになるんでしょうか。トップに立ったのは今度は隅がトップに立って2番手中村、そしてこの人はこれは柳井が来てるんですね。柳井が鈴木をかわした。そして富下も来ています。
っとその路面の変化というものをどういうふうに見ていったかというところですね。さあ富下が今7コーナーのインナーに入って、ぎょーっと、そしてその前にいた柳が7コーナー外側に出ていってしまった。いやー、これはもったいないですね。焦りもあったんだろうか。さあそしてということで、これ3番手争いに富下と鈴木というところになったんですね。富下が今道を変わっていったところで、この先を上げられるかどうかというところで、前の2台富下と中村陣のラップは44秒1というところで、富下と鈴木がこの44秒1までラップを上げられるかどうかというところですよね。さあそしてその後ろからはバンと離れてしまいました。柳が単独の現在5番手で、そこから離れて佐久間、さらに離れて佐賀に、広瀬、そしていや期待していた高橋秀吉、今ここを走ってるとはちょっとね、もう高橋今も7コーナーのあたりもインナーの遠赤ちょっと使いすぎちゃったっていう、なんかもうまとまってない感が、このあたりは残念ですね。ラップタイムも今44秒1まで出てるんですからね。これは残念ですね。さてコース上は今9周目に入りました。この FP3 クラスの決勝レースは24周で戦われます。ラップタイム43秒9まで隅が入ってきます。パスベストで見ると、今6番手を走っている佐久間が43秒7なんですね。これがパスベストです。佐久間は予選ヒットを途中まで止めておりますので、途中しか走ってないというところもあるんだけども、それでもこのタイムは速いですよね。今43秒5までラップタイムが上がってまいりました。トップの次は43秒8、こんな差が上がってますね。ちなみにですね、トップとは6秒差の6位ということになります。順位の方ね、メインストレート戻ってきたらちょっと整理しましょうか。今トップで戻ってきているのは56号車の角日向、そしてその後ろ中村仁、富下梨央、そして鈴木志郎、これが鈴木志郎、そして佐久間、この佐久間が今43秒5までラップタイムが上がってきています。非常に速くてですね、トップ勢より本間さんとか本間さんとかね、もう今前柳が44秒2ですから、もう射程圏内に捉えて、この周辺次あたりではもしかしたら入っちゃうかもしれないですね。まあ、返すライスもその予選ですからね、残念というところになりますね。トップ4が今最終コーナー、そしてその後ろから5番手争いになる柳対佐久間、佐久間が非常にいいペースで走ってきていく。今フリップについてコーナー、さらに3コーナーから4コーナーあたりはどうか、まだこれ入れませんね、入れないですね。ある程度こう余裕を持って安全に行けるところって考えてるかもしれませんね。ただ前を追いかけたいでしょうからね、そのあたりちょっとどうなのか、トップの清水とサックマンの差は今ね5秒5ですから、まあ、かなり大きいっちゃ大きいですね。今 S 字でかわして、さあ単独になりました。ここから伸びていけるかどうか、まあ、逆に柳はそのサックマンのペースについていけるかどうかっていうところですよね。5番手に上がっていったサックマン、先ほどのラップは44秒台です。ただラップスを出していて48秒5まで出ていますからね。この後追いかけられた、追いかけた後、今折り返しの13周目、残り12周というところですからね、まあ、まだペースのことを考えて、どうなのか、本間5だとすると、あ、ギリギリ単純計算では並ぶかもしれないぐらいのところですね。ただトップの隅は
秒8です。で、その4番手鈴木のラップは43秒9なので、ここはコンマ4ぐらい上回ってるんですよね。だからこの周ぐらいで5、6周で追いつくっていうところでしょうかね。トップ鈴木になったコントロールライン通過、この周も43秒6、ブラック中村陣を追いかけて43秒6、3番手鈴木は43秒7、43秒8、佐久間43秒4ですからね。だいぶ追いかけてってね。柳井がペースが上がらず44秒5ですからね。まあ、カエスマルスも本当にこの予選キーとか残念っていうところですね。まあ、佐久間タイムトライアルもそうですから、7番手やったりとかなんですね。ちょっとうまくその止められなかったというか、そのスタート部分でのポジション取りっていうのかな、ポジションをうまくこう結果作っていけなかったというところなんですけど、今ハイペースで追い上げていく、この周期43分4です。まあ、今シーズンのこの FP2 クラスが、予選キートにもポイントがつくので、段階のポイントでいうと、中村86ポイント、柳井82ポイント、まあ、まあここのところのトップ2は変わらずですけど、ポイント差はちょっとついちゃったんですね。で、今、中村と柳井は、中村2番手、柳井6番手ですから、またここは差がつく可能性がある。で、富下58ポイントで、横に10ポイント獲得しているので65ポイントで、この時点でシリーズランキング3位にはなってはいるんです。でこれで25ポイントを獲得すると、またその差をぐっと広げて、上位の2台に近くなっていくんですけどね。さあ、トップ3も等間隔変わらずっていうところで、そこに鈴木がね、ちょっと追い上げきれないですね。4番手鈴木のラップは43秒9、2番手3番手がいて45で引き返してましたね。まあ、佐久間43秒3までラップが上がりました。なので、こういえばスタート直前で雨だとか言ってたら、どこ行ったんでしょうね。そんな感じになりましたけど、完全に125とか合計クラブのドライバーたちはチームになってね、ちょっとホッとしてるってところあるかもしれないですね。どっちに行くか分かんねえの、面倒くせえなって感じでしょ。だからね、多分ね。さあ、18周目に入って、長丁場 FP3 クラス、まもなく19周目に入っていきます。中盤戦、43秒6、中村富下は43秒5、43秒373と自己ベストというか、パッセスをどんどん更新していきます。まずその4番手に追いついていくかどうか。ただこれトップ3表彰台っていうところにはね、ちょっと今もう前のペースもだいぶ上がりましたからね、ちょっとその辺りだと厳しくなる。ただトップよりコンマ3速いですからね、5番手を走っている佐久間ですけれども、返す返すもそのスタートポジションっていうのがね、ちょっと残念だなってところかもしれないですね。というのがね、ちょっとずつね、ペース上がらない状況になって、2番手の中村がコンマ1ずつ3日を抜くようにね、削ってってるんですね。徐々に近づいてきた。さあ、4番手だと7コーナーで並ぼうというところ、インナーのラインを取っていく。ここら辺はね、鈴木もかなり厳しいラインで行きましたね、今ね。もう完全にこれはもう前を行くではなく、後ろに対してのレースになっちゃってますね。さあ、トップ2はここら辺でどうだ。中村が隅のスリップにくくろうというところですが、でもね、ここは1番はちょっと頑張っていて、2コーナーのインナーノーズが入ったのか、ここは入らない、まだ入らない。さあ、4コーナー斜めに入っていくが、ここは遠い。あの
角度だと立ち上がれないんですよね。もし前に出たとしてもね。いや、だからちょっとこれ焦ったか。もっとやり直してまいりますが、21周目に入ります。決勝24周です、このレース。さあ、7コーナーは今度はまた泣きがインナー、いきなりインナーで立ち上がれない、厳しい。8コーナー今度はクロスラインで行くか、佐久間。いや、佐久間もここは入れない、まだ入れない。佐久間も後ろにつくだけ。SG、ビッタリ、鈴木、4番手を死守。もう完全に死守っていう感じですよね、これね。うわ、また1コーナーに向けてもインナーのライン、うわ、厳しいラインだ。これは入りきれない、佐久間。4コーナーから5コーナー。もうね、鈴木が7コーナーに向けてインナーのラインとか、もう後ろからも分かってでしょうけど、まあ、今度は行かない、今度は行かない。ああ、ラインを、インナーのラインを変えていった。さあ、立ち上がり重視で、アウト側から立ち上がり重視だけど、8コーナーに向けたインを取れない状況からクロスラインを取れるかどうか。さあ、ここで佐久間がクロスラインで SG 前、鈴木を攻略して4番手浮上。いや、鈴木もしかしよくこれを守ってきたというところですね。さあ、そしてコース上は残り2周を切りました。残り2周を切りました。トップの隅に対して中村、もうギリギリ詰めてはいった。しかし、あの4コーナーほんのほんと遠かった。もう一度そのチャンスを作ることができるか。ちょっとこのね、距離がありますよね。隅も、あのトップの隅も今ファステスト、自己ベストを更新して、なんとか逃げていこうとしているのは、でも中村も今、最終コーナー、ファイナルラップに入って、全員につくことできるかどうかというところ、いや、まだちょっと距離がある、まだちょっとだけ距離がある、これは4コーナーに向けても